第一後悔をしたくないからね。
中身はなんだ？コンピュータースキャンして確認だ。ランドカルリジアン7つの提携で指名手配中。うわぁ、僕も指名手配されちゃうね。このカバンをクリアしちゃったら。あー、ちょっと待って。あー、ボスには内緒だよ。うわ、これ見て、すごい完璧なパッキング。コンピューター、目的地をスキャンして。なんで今日はこんなにタトゥインが大人気なんだろう。ああ、そうか、ブンタイムクラシックの日だ。ほら、あの有名なポッドレースの大会、知ってる？本当にエキサイティングなんだよね。行く人にちょっとアドバイス。セブルバっていう名前のパイロットに全額かけて。絶対に勝ちますよ。だってそいつズルするんだ。僕たちドロイドはギャンブル禁止なんです。僕は絶対やりませんよ。トラブルに巻き込まれたりして大好きなこの仕事をクビになりたくないですから。シュータ、何？今の誰？言葉遣いに気をつけて。たくさん子供がいるんだから。スターザーズ、君もスターザーズ、ララ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 ラ。何？この仕事が面白いかって。もし誰かが僕にこう言ったとしよう。お前は毎日一日中同じ場所に立ち続けて。ああ、ちょっと失礼。ベルトコンベアで次々に運ばれてくるカバンの中身を来る日も来る日も永遠に調べ続けるんだ。そしたら僕はこう答える。すごい、どうやったらその仕事ができるの？そして今僕はここにいる。夢を叶えたんだ。すごいだろう。あの、もしかして乗客の中にこのスペースポートのセキュリティっていう刺激的な世界で働きたい人がいるんじゃないかなと思って。本当に？何の仕事ですか？分かってんだろ、君の仕事だ。言ってくれるね。え、冗談だよね。誰か火山惑星ムスタファーにいる人いますか？誰か、ちょっと聞いてもいいですか？なんで行くの？本当に暑いですよ。あった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 これはなんだ？カバンの中に生き物は入れちゃいけない規則なのに。おい、コンピューター検疫しろ。ところで一つ確認ですが、皆さんはドロイドじゃないんですよね？いやー、だってほら、すごく綺麗に整列して進んでるから、本当に素晴らしいです。ドロイドから褒められることなんてなかなかないですよ。うわー、ヒオークのぬいぐるみだ。こんなプレゼントをもらえたら嬉しいですよね。僕がどうやってこの仕事に就いたか知ってます？弟子入りしたんです。皆さんもどう？わー、ちょっとこれ見て、ドライヤーがたくさん入ってるよ。ああ、ウーキーの荷物だろうね。ウーキーって毛がふさふさだから。ちょっとみんな知ってる？スターツアーズではメンテナンスは完璧です。スターツアーズの何がすごいって、スターツアーズでは今まで機械が故障したことが一度もないんですよ。皆さん、今日はどちらまで？どうぞお気をつけて。おーっと、これすごいな。ほら、見て見て、
ですよね。あー、ちょっとあなた、そう、あなた、これあなただかばん、もしかしてタトゥインでハネムーン当たり、あはははは、良い旅よ。G2-90、 おしゃべりをやめて真面目に仕事をしろ。はい、すみません、お口にチャック。何の話だっけ。あー、そうそう、タトゥイン。この時期のタトゥインはすごく綺麗なんですよね。最高ですよ。あ、日焼け止めを忘れなく。太陽が2つあるので。あれ、まただ。こういうの僕毎日見るんだけど、何か知ってます？いやー、まだ出てくれてありがとう。はい、嬉しいよ。あ、ちょっと止めて。この人は多分これから仮装パーティーに行くんだ。最近このコスチュームがよく入ってるんだよね。なんだか楽しそうだな。これは何だろう。お次のカバンどうぞ。これは完全にアウトだな。皆さん、ルールはちゃんと守りましょう。危険物の持ち込みは禁止です。おい、募集しろ。Disposal complete. おっと、遺失物センターから連絡だ。ちょっと失礼。ミスタージャマザハット、お探しの金色のビキニが見つかりました。すみませんが、ハットさんがいたら僕に教えてもらえます？僕はどんなに小さな危険の兆しも決して見逃さないよう完璧にプログラムされています。だからまあ言ってみれば、皆さんの安全を守る最後の砦ってわけですね。どうぞ安心してフライトをお楽しみください。おっと、今の荷物検査し忘れた。ま、大丈夫だな、多分。あれ、そういえば G25T はどうしたんだろう。そろそろ交代の時間なんだけどな。まさかクビになってたりして。そんなわけないか、あいつ荷物検査の腕はピカイチだからな。ねえ、あなた、そう、そこのあなた、レア姫にそっくり。よく言われるでしょ。あ、もしかして姫の影武者。ウサが頭から離れないことがありません。ありますよね。トゥ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 ルトゥトゥルルルトゥルトゥル。あ、これは懐中電灯か。停電に備えて1本あると便利ですよね。次回の旅行にはぜひ持っていくことをおすすめします。ふぅ、今日はやけにカバンが多いな。まったく猫の手も借りたいくらいだよ。よし、やっと休憩時間だ。この仕事バッテリーの消耗が結構激しいんですよ。でも5秒休めば新品だよ。スキャリアラート、スキャリアラート、アラート、アラート。はぁ、はぁ、今何か見逃した？あ、大丈夫だよね。うわ、
か、ちょっと不思議。これはきっとパラボラアンテナだな。アンテナ類は持ち込み禁止なんだけどね。ま、今回は見逃してあげよう。なんか可愛いから。ボスに言わないでくださいよ。ここだけの秘密。どなたかヤミン第4衛星にある反乱軍の秘密基地に行く方はいますか？ああ、しまった。秘密だった。これはなんだ？これはどう見てもエイリアンの兵器だな。わあ、攻撃してきた。皆さん伏せて。攻撃です。伏せてください。大丈夫、僕がついてます。おい、さっさと取り入れろ。ディスポーズカメラ、ディスポーズコンプリート。何？何て言った？カメラ。え、あれがカメラだって？冗談を言うなよ。あのものどうやって旅先で使うんだ？僕は初めて見たぞ。皆さん、搭乗券はお持ちですか？搭乗券を手に持って進んでください。なあ、なんて嘘。搭乗券は必要ありませんよ。さあさあせーよっこそ。ところで皆さん、今日はどちらまで？ちょっと待って、いっぺんに答えないで。ではあなた、あなたはどちらに？ああ、ちょっと失礼。そりゃ僕だって他の惑星に行ってみたいですよ。でも見ての通り、僕はこの重要な仕事を任されてるし、ここにボルトで固定されてる。そう、僕はどこにも行かない。あ、誰かキャッシークのホロチェス大会に参加する人います？参加するならちょっとアドバイスを。宇宙には気をつけてくださいね。宇宙旅行が初めての人っていますか？あなた初めてのフライト？どうぞご心配なく、パイロットはみんなベテランですから。きっと素晴らしいフライトになりますよ。順調な旅が予想されます。え、これは犬？人間かな？あー、ちょっとわからないな。なんか間抜けな顔してますよね。僕この仕事が大好きなんですよ。用心深い性格だからね。まあ言ってみればスペースポートの保安官ってところかな。ほら、また荷物が来たぞ。どんどん来る。ねえ、に来る。うん、これって最高だよね。荷物が来なくなったら生きる目的を失うな。ああ、いけない。恐ろしいこと考えちゃったよ。仕事に集中して頭の中をクリアにしよう。まさに、そのカバンのことじゃないって。あ、まあいいか。頭をクリアにしてカバンもクリア。何か問題ある？リク、ナインディ、荷物は全部調べているのか？もちろんです。いやー、彼鋭いよね。宇宙旅行に行くのも大変ですよね。だってみんな荷物がこんなに多いんだもん。手を稼げばいいんですけどね。いや、稼せないって。うわー、これ見てください。クローンですよ。うーん、時々こういうのに出くわすんです。でもこの2つは完全に同じじゃないな。ほら、穴が違う。この仕事って結構頭を使うんですよね。ん？この不気味なカバン、諸君ならどうする？私ならこうするなの！ほっ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 ほ。一体これは何だ？全然想像がつかない。でも人に危害を加えるものだってことはわかる。没収しろ。わー、この音大好き。うん、いい響き。皆さんいいですか？カバンの中に生き物を入れるのは規則違反ですからね。
気をつけないと時々荷物の間に隠れてるんですよね。コンピューター、これ誰のカバン？ TK421。 なんで持ち場を離れてるんだ？休み取れたんだ。まさかハネムーン？まあ、いにちかばんを見つめてる。クリア！タッチなんだだね。これ見て、これよく見かけるんだ。ジャージャービンクスのファンキャップ、はっきり言ってちょっと間抜けだよね。はあ、人間たちとそのカバンの中身、僕には全く理解できない。あ、氷の惑星ホスに行くみたい。考えただけでもゾクゾクする。このセキュリティの仕事ってほんと最高。ドロイドを修理する仕事なんかとは全く比べ物にならないね。そんな仕事やれって言うなら、この記憶をリセットしてもらいたいよ。知ってると思いますが、全てのスターツアーズのフライトは禁煙です。もちろんカバンの中もね。やった、休憩時間だ。ちょっと失礼してシャットダウンします。見逃さないじゃないですか。あーた、前にもこれと同じカバンを見たことがある。双子かな。関税を払いたくないからってドロイドをカバンに隠して運ぼうとする人、信じられないくらい多いんですよね。でも密輸との戦いに